北海道情報大学。北海道情報大学の設置者は学校法人電子開発学園である。経営情報学部においては大学通信教育も実施されている。北海道情報大学は情報化社会の新しい大学と学問の創造を見学の理念として1989年に設立された大学である。1994年に日本では 初めての衛星通信、パインネットを活用した通信教育部を設置した。同一系統の大学より必修科目が数多く設定されている。北海道情報大学においては、大学通信教育を実施するために通信教育部が置かれている。文科系や福祉、看護、医療分野の学科が多い日本の大学通信教育の中では珍しく、 情報科学に関する学科を設置している。高等学校教諭一種、情報の養成課程が、課程認定が、全国的に開始された2001年度より、設置されている。2009年度より、同、商業、2011年度より、同、数学が設置されているため、2013年現在は、高校の三教科が、取得可能、通学課程では中学校、数学も、 家庭認定されている。ただし、学部、学科により不可能な教科も存在する。また2002年度以前と比べ2003年度以降は、教員免許取得要件として課される、単位数が32単位程度削減され、解説当初は教科に関する科目だけで、法定単位が20単位以上であるところ、必修科目だけで60単位を優に超えるものであった。 一般的な大学の教職課程並みの水準になった。さらに2007年度からは教科に関する科目が生成され、最低22単位となった。当然、別表1で授与申請をする場合、減った分を、教科または教職に関する科目相当部分として、何かしらの形で充足する必要があるが、別表第4で授与申請する者の負担は大幅に減っている。 通信教育部の場合は、かつては中学校、数学の課程は設けられていなかったため、高校の免許のみとなっていた、このため介護等の体験及び道徳教育に関する科目が設定されていないほか、教科教育も4単位、教育実習も事前事後指導を含めて3単位しか設定されていない。本来中学校免許上の場合は、教科教育が8単位、法定単位上は、 月表第1で申請する場合は6単位でも可能。教育実習が、事前事後指導を含め5単位が必要だが、2013年度時点では、これら4つの要件が少なくとも満たされていないが、2017年度現在は、中学校の数学も開講されている。2004年度10月入学生までは、学部基礎者で免許上を所有していないものを、対象とした、教職生果性。 学生身分としては、三年次編入の正規学生に、準ずるが、大学卒業は、不可能。免許状自体を所有していないほか、高校以外の他校種の免許しか所有していないなど、別表第一にて、免許状申請するものを、対象という学生区分が設けられていたが、現在は、一般の学生と同様に、聖火生 A、聖火生 B は、専門学校卒業と同時に、 本学通信教育部を卒業できる家庭にいる学生に対するカテゴリーとなるため、成果生 A は単独で本学通信教育部に在籍する学生に対するカテゴリーであるとして入学する形となる。基礎者、高校多教科の免許を保有している者、あるいは情報の免許取得希望者の場合、中学校、技術の免許上所持者で現場勤務年数が、 一定期間以上を満たしているものならびに中学校、数学の免状の授与をすでに受けているものが、現場勤務年数が一定期間以上を満たした上で高等学校の数学の免許上の授与を希望する場合は、科目通り修正として入学する形をとる。前者は別表第4で、後者は別表第8での授与申請となる。すなわちいずれも、教育職員検定による、 情報科学を専門的に扱う大学として、高度で専門的な科目が多数開講されている。C 言語によるプログラミングデータベース設計、数学を使用した画像処理など、理論的、技術的に踏み込んだものがく、高等学校の現場で対応するのに十分すぎるとも、言えるレベルの学習を行うことが可能。同じ教科の養成過程を置く他の大学と比べ、 教職課程としては、技術志向の強いカリキュラムが設定されていい。北海道情報大学のよさこい騒乱サークルと、江別市の社会人や、高校生の合同チームである、江別マッコと A& 北海道情報大学が、よさこい騒乱祭りに、平岸天神と並んで道内チーム最多の26回続出場している。学園祭は、総天祭と呼ばれ、 例年10月に行われる、エアージーとの共同開催のライブイベント、そう、展イブも総展災開催期間に行われる。ほとんどの胸が接続されているため一つの建物に、見えるが、で構成されている。また大学敷地内に、北海道情報技術研究所、国際交流センター、学生寮がある。札幌中心部にあり、公開講座、研究会、 学会の打ち合わせ等に利用されている。通常学生が講義で使用することはない。大学敷地内に男子寮、女子寮が設置されている。また、推薦寮として徒歩圏内に RTN パークハイツがある。隣接する関連企業、株式会社北海道情報技術研究所4階に学生プロジェクトによるデジタルコンテンツの制作拠点として、 ヒューメディアクリエイティブセンター、ヒュー MCC が設置されている。女子寮内に医療情報学科の演習施設であるバーチャルホスピタルが設置されている。下記の各校に在籍する学生は、その在籍する学科によって、北海道情報大学にも同時に在籍し、各専門学校、北海道情報大学を同時に卒業することが可能である。当該学生を本学では、 生火星 B として、一般の通信学生である、生火星 A 特別し故障している。また通信教育部のスクーリング会場、単位認定試験の会場としても使用されている。当該専門学校の学生である、生火星 B 以外のカテゴリーにあたる学生の受講、受験も可能である。また系列校以外でも、秋田情報ビジネス専門学校、秋田市に本拠を置く、学校法人、 伊藤学園の運営で、提携関係のみなどの提携校で、同様の家庭を設置する専門学校もいくつか損する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。